僕たちの関係も終わりというわけだね。ああ、そのようなもの元より存在する。僕らは知らぬ者同士、そういう取り決まりだったね。見知らぬ虚無よなんて。この奇妙な関係も間もなく終わる。最後の夜とともにね。これでは本気のワーグナーと戦えなかったことは心残りだが、僕は行かねばならない。この先に待つ終局なる夜へと。さよならだ。このとてつもない難局を僕らが片付ける。君たちを出し抜いてね。実績としてはそれで十分なのだが、直接の決着も僕は成し遂げたい。だから必ず生きて帰ってくれ。君たちを倒すのはこの僕なのだから。君たちのような学生を見ていると、僕も普通の生活に憧れることがある。まあ叶わぬ夢だ。僕の分まで楽しんでくれ。英語の側へくら替えとは、少しは周囲への影響を考えていただきたいものだ。今度は野と内部に男性嫌いの禍根を残すことになるじゃないか。やれやれ、女性と戦うたびにこんなに気疲れしているようでは、あの人たちに打ち勝つなど夢のまた夢だな。